見える開花メルマガこんにちは一般社団法人開花 GP の村松大輔です今日はですねちょっと難しめなんですが現象この世の中はですね私たち脳みその中で 波をを受信してて現象を見てるとということなんですね、えー、そのところいろんな学者さんたちがですねどんなふうに言ってるかなとで実際に物を,を見るっていうよりも周波数を見てますよとそのところの話そうするとですね私たちいかにこうこの場の雰囲気とか周波数を大事にしなきゃいけないかなというところを感じられるかと思いますでは画面の共有に入っていきます観測見るっていうのは実は波で世界を見ていると。 実験もいいろろやっております実はですね、物を見ているのではなくって、周波数を見ていますよと。で観測とか観察することで,ですね、ノーコンピューターがそれを受信していく、それを現実と見ていると。つまり波を周波数を見ていますよということなんですね。このスタンフォード大学のですね心理学・精神医学の教授さんで、カール・プリブラムさんですね。この方がですね、観測という行為において、私たちは、 時間とも空間とも関係ない干渉パターンの世界をですね、波の世界をですね、具体、あの脳に入れたときに、具体的で理算的な時間と空間の世界、今、こことかっていうふうにものに変換してみていますよっていうんですね。こう時間、空間関係なく波で見ている干渉パターンの世界を脳に入れたら、具体的に物質になっちゃってるよっていうようなことを言ってるってうんですね。で、さらに続くんですけれども、何か、あ って気づいたとかって言ったときに脳にある神経細胞でですね一定の周波数の共鳴が起こるとピコーンでこう揺れますよということなんですね。これ倫理法人会のしおりの中にもですね、えー、あるんですけどもそのところがですね非常にこう近いなとも感じたんですが倫理のしおりのですね第1条の24ページなんですけどもえー、っとですね えー、事情、まあ、出来事ですね、最も好調高い波に達したときに、その動き、波動って書いて、動きってルビが振ってあって、人の脳に伝わって気がつくようになっているっていうふうに書かれているんですね。なので、本当にこの何かに気づいたときに、脳にある神経細胞が一定の周波数の共鳴が起こる、波動、動きが脳にこう、えー、伝わって波が気づくということを言ってるんですね。で 他にもですね、このさっきのプリブラムさんの理論を受けてですね、このド・ボロア夫妻ですね、ご夫婦でですね、うん、カルフォルニア大学のバークレー校のですね方が実験してるんですけども、この市松模様をですね、模様からフーリエンの波に変えてですね、逆変換かな、か、えー、フーリエンに変えてですね、で波にしてで、それをですね、そのものと波を見せたときに、猫とお猿さんにですね、こう見せたらしいんですよ。 でそしたら、この動物たちはどっちを見るかって言ったら、なんとこっちの波を見て、で、この模様に変換してるんじゃないかと、フリエ逆変換ですね、この波からイメージを作り上げたんじゃないかというふうに、まず波に反応してるってですね、周波数の方に反応してると、脳の電位がですね。なので、私たちが何か観測する、見るっていうのは、 物質を見るっていうよりも時空の関係ない場の情報を波で捉えて脳で変換しているということです。じゃあ何が言いたいのかなというとですね、私たちっていうのは物を見ているっていうよりもですね、物が発信している波を見てますと、でそれを変換してます。なので周波数が大切ですよと。だから この自分自身が発信する周波数も大事ですし、その出来事とかですね、昔の記憶とかも周波数を見てみると、周波数で脳で記憶しているので、周波数で保存しているから、出来事を見るっていうよりもですね、波の周波数がどんなものかなということを見てあげたり、あと私たちが本当にこの、 え実際の外部を何か飾るというよりもこの周波数を大切にしていくということを意識していけばですねえどん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 この自分自身の場が良くなるし場を読んでこの自分の脳みそをそれ変化しているのでこの見えているものがどんどんこう素敵になってくるというふうに感じられると思いますえぜひですねそういうふうにして素敵な人生を歩んでいっていただければと思いますえ関連動画ですね こちら見つけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。